テオドール・ヨーゼフ・ハーゲンはドイツの風景画家であるワイマールのザクセン大公国美術アカデミーで教授を務めたデュッセルドルフでライン川貿易の長く営んできた商人の家に生まれた1858年から1868年の間デュッセルドルフ美術アカデミーでハイン・リヒ・ミュッケルドルフ・ビークマンらに学び1862年からは オスバルとはヒヘンマッハの風景画クラスの学生となった。1871年にマックス・シュミットの公認としてバイマルのザクセン大公国美術アカデミーの風景画のクラスの教授に任じられ、1876年から1881年は校長を務めた。ハーゲンが教えた学生にはクリスティアン・ロールフスやハンス・ディール、フランツ・ブンケラがいる。初期に 様々なスタイルを試みた後、フランスのバルビゾン派や外交派と呼ばれるのが形の作品のスタイルに影響を受けた。ドイツにおける印象派の画家の初期の一人であるともされる。ハンブルク美術館館長のアルフレット・リヒト・バルクとも親しくなり、しばしばハンブルクなどを訪れ、港の風景を描いた。1893年にミュンヘン分離派のメンバーになり、 1902年にベルリン分離派のメンバーとなった。ありがとうございます。